いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、上田だよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、アサヒ飲料より2019年5月14日に発売された発酵ブレンドよりヨーグルト&カルピス沖縄パイン、こちらご紹介したいと思います。こちらはカルピス、ヨーグルトの組み合わせに産地指定した日本の特産果汁をミックス、夏に向けて旬を迎える沖縄県産のパインを使用。甘酸っぱく爽やかな美味しさが楽しめます。こちらご紹介したいと思います。季節限定です。果汁は 1%、 カロリー控えめで1本90キロカロリー、 100ml あたりは18キロカロリー、炭水化物は 4.1g です。さあ、発酵ブレンド、発酵食品であるカルピスをいろんな発酵食品と絶妙にブレンド。発酵がもたらす美味しさ、香り、力を生み出す魅力的な世界をお伝えします。カルピスの発酵が持つ力、乳酸菌と酵母、発酵という自然製法が生み出す独自の美味しさには体に嬉しい力がありますと。清涼飲料水というふうになっております。500ml、これは大豆ですね。あと乳成分ですね。乳成分と大豆ですね。あ、書きましたね。乳成分と大豆です。もう色が程よくね。いただきます。あ、カルピスとパインの匂いが、ほう、なるほどね。ほう、なるほど。甘いカルピスとあの酸っぱいパインを混ぜるとまろやかになる。これちょうどいい、バランスがいい。飲みやすい、飲みやすい。うん、もちろんパインも、もちろんパインも主張してるけど、酸っぱさは主張してない。やっぱり 甘カルピスがそれを抑えてるって感じですね。で、カルピスも抑えてるんで、カロリーだいぶもうさっぱりとした飲みやすいお味になってますね。さっぱりと飲みやすい感じになってますね。いいですね、うん、さっぱり飲みやすくなっておりますね。ぜひね、今季節限定の沖縄パイン、ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。この動画面白いな、ためになるなって方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれば私喜びます。では、じゃあね。